喧嘩しらしい試合をして、僕には僕の役割があるっていつも言ってますけど、どうもはじめまして、マスラオ宴代表、日本統一山崎一門の中澤達也です。今回まずこんな素晴らしい舞台にね立たせていただけることを感謝し光栄に思ってます。やるからには喧嘩しらしい試合をして、後ろに控えているトップ選手たちにつなげられるように、会場俺たちの試合でマックスに上げてつなげられるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。YUSHIです、お久しぶりです。雷神の年末の舞台、去年立たせてもらって勝つことができなかったんですけど、そこから1年間かなり練習してきて、今年の年末いい試合を見せて、今回は勝ってしっかり会場を沸かせるために戻ってくることができました。本当に試合直前に決まったんですけど、僕には僕の役割があるっていつも言ってますけど、しっかり僕の役割を果たして、さっきも言ったみたいに後につなげられるような、かっこいい試合、入場から見せれる試合っていうのを見せていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。YUSHI選手が、その宴出身ということで、このYUSHIの場でYUSHI選手が戦うっていうことへの思いがありましたら教えていただけますでしょうか。そうですね、YUSHI選手は自分が開催している代表を詰めさせてもらっている宴っていうホストの大会のもともとキックのチャンピオンだったんですけど、普段もやっぱりそれなりに交流もあるんですけど、そうですね、嬉しいですね。やっぱり年も結構違うんですけど、やっぱりこのYUSHIの場で自分のところの宴のチャンピオンだったYUSHIとこう交わえるっていうのが嬉しいですね。ただちょっと一言言わせてもらうと、やっぱりこのYUSHIのっていうこのでかい舞台でこんな俺なんかみたいな見解がね、ただの上がらせてもらうってことは、さっきYUSHI選手も言ってましたけど、役割があるっていうことを言ってましたけど、その場でYUSHI選手に覚悟があるなら俺と、バチバチに打ち合って、もう会場を盛り上げ後ろにつなげることじゃないのかなと俺は思ってます。俳優としても活動されていらっしゃいますけども、格闘技の練習状況とか週何回ぐらいどういう練習をされてるのかっていうのは、もう普段はやってないですね。ただ決まったのがいつだ、本当に昨日俺も連絡あって、一応俺も喧嘩集歌ってるんで、いつ何時だと思ってるんで、これがYUSHI選手じゃなくても体重が重いヘビー級でも誰でもいつでも受けようとは思ってますね。YUSHI選手は今の言葉を聞いていかがでしょうか。正直試合が決まるまで選手が変わったりとか、決まってた選手が亡くなったりとか、自分の中でもここ何週間がすごい気持ち的に不安な部分とかもたくさんあったんですけど、中澤さんに決まったということで、世間からの評価としては、誰なんだよとかいう人もいるかとは思うんですけど、僕の中でもともと宴出身ということで、宴の代表の中澤さんと雷神という舞台でやれるってことが自分の中ですごい感慨深いものでもありますし、リスペクトを持ってしっかりこう、さっき盛り上げるって言いましたけど、試合で僕こう1年間本気で練習してきたので、実力の差も含めて、その後僕も俳優としてこれからもやっていきたいなと思ってるんで、そこの先輩としてもしっかり全てにおいて僕の方が格が上なんだぞっていうところを、試合入場から通して見せていけたらなと思ってるんで、しっかり第1試合目から。第1試合目ってまだ決まってないですけど、2試合目になるかと思うんで、しっかりオープニングから盛り上げられるように僕が頑張っていきたいと思います。